始まりました。第1回ハンサムツーリスト。よこんばんは、皆さんこんばんは。さあ今年もですね、アミューズプラスからハンサムの新番組がスタートしました。皆さん見てください、このセット。どうですか？なんじゃこりゃ。ね、なんだろうね。いろいろねコンセプトとかもこの後紹介しますので、はい、まあお楽しみにということで、後々触れていきましょう。はい。そしてまずは今日の出演メンバーから自己紹介いきましょうか。はい。どうぞ。はい、去年より引き続き頑張ります、青山亮太です。よろしくお願いします。どうもアミューズのジュニアヘビー級俳優100人に1人の逸材ルイト青柳です。よろしくお願いします。かわいい。はい、東島美里です。今年も引き続き最年少を務めさせていただきます。よろしくお願いします。美里お願いします。続いてどうも山月ひかるです。先輩頑張ります。よろしくお願いします。やってる。福崎内太と申します。よろしくお願いします。はい、2年目岩崎智弘です。今年も頑張ります。お願いします。どうも。はい、何年目か分かりません。上原拓也です。よろしくお願いします。はい、水田光輝です。今日はちょっと緊張してるんですけど、最後まで精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いいよいいよ。王子様、王子様、皆様お仕事お疲れ様でした。本当にこんな時間でも見てくれてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今日も真っ黒海翔馬です。イエーイ。新人をどん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 潰していきたいと思います。お願いします。よいしょよいしょ。お願いします。笑いが一個も起きてない。怖い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 。自分さ呼ばれてへんだ今日。ちゃうやん。ツイッターの昨日なんか残ってたよ、一人だけ。違うし、ハッシュタグちょっとずれてたもんね、あれ。ずれてた、うん、何が起きたの？何が？単純に忘れてたらしい。スタッフさんが忘れてたけど、ちゃんと謝ってくれた。あ、本当だ。今日は来てくれた。あれ、嬉しかったか嬉しくないかで言うとどっち？あれ美味しいなって思った。嬉しい、こういうのが先輩ですよね。さすがです。ですがね、今日はね、このメンバーだけではございませんよ。なんだって？キラキラの新人ハンサムがちゃんといらっしゃいますので。そう？じゃあ、早速呼びましょうか。はい。いらっしゃい。どうぞどうぞ。自己紹介お願いします。はじめまして、徳永力です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。林修斗です。よろしくお願いします。続いて私も純正です。どうしたどうした、何持ってんの。違う、台本に書かれてあってんやん、このくだり。何このくだり。何だ、関係ないやん。いや違うねん。何、いや、ようわからんけど、この元島純正っていう子は来るはずやってんけど、今忙しいから、うん、で、この撮影をしてるらしいのよ、うん、仮面ライダーガッチャード。ガッチャードね。ライダーの先輩の俺がこれを持たされてるという。はい、ということで、ありがとうございます。売れるんかな、この子。この子、歌上手いんですか。いや、そこ気になるの？踊れる？踊れるの？やばいよ。やばいよ。すぐ潰そうとするから。持ってあげて。持ったよ。そんなに今持ってるガッチャードの元島くんからね、はい、なんと今回来れなかったので、うん、コメント VTR が届いてるということで、はい、見ていきましょう。どうぞお願いします。新人ハンサムの元島純正です。この度、新人ハンサムとしてアルバムに参加させていただくことになりました。今日は配信に参加することができなかったんですけど、また次の機会に配信に参加できる今日楽しみにしています。以上、元島純正でした。ありがとうございました。元島君からのメッセージということで。かわいい。かわいいですか。かわいい。どうですか、かわいい先輩から。なんか売れる感じする。誰なんですか。ただ、はい、マイク持たせてもらえると思うなよ、お前。あれ、ちょっと待って、ごはんさんもらうのか。ごはんさんないのか。ごはんさん、ごはんさん、僕が最初出た時、マイク持たせてもらえんかったんやから、お前、青ちゃん。そんな時代ありました。ありましたかね。忘れた。え、翔太そこにいたの。楽屋とか俺、皆さんと違って、なんかあの、物置小屋みたいな。物置とか、そんな言い方ないだろ。ハンサム、そんなんそんなない。あったかな。あるよ。なんで悪いイメージに翔太さん。1回目でさ、今から新人の子たち、大事な1回目なのよ。そうよ。今から喋ってくれるのよ。そんな驚かさないでよ。ねえ。まあ、ここからではですね、あの新人からのね、はい、のちょっとプロフィールガイドといいますか、ちょっと自己紹介の時間ということで、はい、じゃあお二人お願いします。はい、
じゃあまず自分から、徳永力と申します。はい、20歳です。大阪出身です。よろしくお願いします。大阪。はい、で自分を表すキーワードは、はい、英語とサッカーと殺陣と乗馬です。すごい、たくさんある。すごい。そして、ハンサムで挑戦したいこと、それはダンスです。はあ。その理由としては、はい、自分ダンス超苦手意識あって、あそうで、もうなんか運動会のダンスとかもちょっと嫌だなって思うぐらいなんですけど、うんうん、もうハンサムに出るって決まったからにはもう全力でもうダンス頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてハンサムの推し曲、シークレットキスです。あら、あら、あら、これを決めた理由としては、はい、なぜでしょうか。実は去年ハンサムライブ見に行かせてもらってて、うん、平間さんと拓也さんと水田さんとゆいとさんの、はい、シークレットキス、ルイちゃん、ごめんなさい、緊張してる、全然いいの、全然いいんだよ、すみません、可愛いなと思って4人のシークレットキスを見たときに、はい、4人であんなにキレッキレのダンスを揃えてるのどうやってすんねんって思って、はい、で、もう自分もあんくらいキレキレに踊れたらいいなと思って、うんはい、シークレットキスが一番好きです。おー、嬉しいこと言ってくれますね。いいですね。ちょっといいですか、気になるのが、なんでなんで英語、オーストラリア留学経験ありて、あれ、このメンバーに英語喋れる人いますか。来た、いますか。ここにいるんですよね。みさととちょっと聞いてみたいなと思いますけど。今までは何だろうね。そのプロフィールを見てる、結構僕とキャラが被るって言ってた。いきなりライバル意識始まりました。僕も大阪でサッカーもやってて。いいね、なんかでも。そのオーストラリア留学はいつ行ったの。面接みたいになってた。最高、面接だしてよ。一応僕は、まあ子供の時から毎年夏休みには行ってたんですけど、まあそれを踏まえて、どうですか。自分はもう全然比べたらちょっとしか行ってないんですけど、今年の春に行ってました。おお、もう普通に英語でちょっと言ってみて。So you can pretty speak naturally? Yeah, I feel not naturally, but okay, I want to speak naturally. So well, I'm gonna try something. I want you to look at the camera, please. Okay. And I want you to shout out to the audience your big dream. My big dream. Uh-huh. Okay. I want to play. Ah, ごめんなさい。違う。早かったです。なるほどね。違う。待って、言ってください。言いたそうだったから。いいですか。はい、どうぞ。はい、My big dream is to act in Hollywood movie. たくさんの肉を食べることだ。ビッグマッスル、ビッグマッスル、ビッグマッスル。通訳の方もいますよ。Training as soldier press, chest press. トライセプス。ちょっと番組3時間あるんですよ。このペースだと終わらないですよ。Oh my god。次きましょう。じゃあ続いて、すみません、ありがとうございます。すごい。これからまだいっぱいね、教えてもらう先輩がいらっしゃるので、はい、そういう人から教えてもらって、はい、頑張っていきましょう。続いて、林くん、はい、見せてください。はい、はじめまして、僕の、表すキーワードは、はい、歌うことが好き。おー。で、あとサッカーもずっとやってました。うん。で、僕とてもおしゃべりなので雑談が大好きです。はい。あと、趣味というか、ちょっと変わったあれなんですけど、宇宙の勉強するのが大好き。ちっちゃい頃から宇宙大好きなので、日頃から宇宙勉強してます。で、宇宙の勉強、ハンサムでしたいことは、僕バンドが挑戦したいなと思ってます。で、ハンサムの推し曲は Get It Back です。おお、いい曲。はい、いいですね。いいですね。僕ユートと一緒に同じオーディションで入りましたし、はい、実はオーディション前からつながりもあって、たまたまオーディションであって同じアミューズに入ったんですけど、はい、言うと本当におしゃべりで、うん、メイクさんとかがメイクしてくださって、だいたい順番にメイクするんですね。うんうん。で、僕先にメイクして、はい、で、だいたい30分ぐらいメイクして、その後僕30分ぐらい撮影してたんですね。はいはい。撮影してメイク室に戻ってたら、まだ同じ宇宙の話してました。それぐらい好きなんだ。ずっと好きなんだ。ずっと話してた。そうなんだ。でもメイクさんちょっと顔は疲れてます。おしゃべりだから。すいませんでした。
私、筋トレもずっとしてて、ああなんかこうスポーツだもんね、サッカーとかもサッカー憧れが多いですね。多いですね、そうなんだよ ね。さっき一瞬会った時にさ、トレーニング教えてくださいだったからね。そっから林ですって言ってたから。そしてバンドに挑戦したいと、うん、はい、これバンドをやったメンバーがいますけども、しょうまくんやりましたね。やりましたよね、シーザーでいい。そうですよね、僕もずっとやりたくて、うん、固くなりずっと言い続けてたら叶ったんで、本当に言っとけばいいと思います。わかりました。言い続けたいと思います。叶う。なるほどね。そうですね、まあ、こんな新人の2人と、はい、またね、ここから盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きましてですね、はい、ここから新人ハンサムも挑戦した企画に、そして新人、そして先輩たちで挑戦する一問一答のコーナー。よはい、こちらも皆さん分かりますかね、大体、まあ、ここで ね、聞いて出た名前の人がこちらに立っていただいて、一問一答しますので、うん、カメラに向かって、かっこいい、もしくは面白い、楽しいこと言ってください。はい、いいですか、ここは皆さん、先輩の背中見せてあげてください。はい、では、いきますよ。どうしましょう、どうしましょう。え、じゃあもう新人さんからいきますか。いきますか、じゃあ先に新人さんから。新人さんがやるんだ。先に新人さんから。なかなかプレッシャーありますけども、いいでしょうか。頑張ります。はい、はい、じゃあ力からいきましょう、はい、一問一答いきます。はい、呼ばれたいニックネームは、チッチ。チッチ、チッチです。チャームポイントは、笑顔。チームハンサムのイメージは、かっけえ。かっけえ。特技は、関西弁。おお。お気に入りの場所は、自分の家。笑顔でファンに向けてメッセージをお願いします。もうめっちゃ今も緊張してるんですけど、もう頑張ります。よろしくお願いします。いいね、フレッシュだぞ。かわいい。まず気になったとこありましたですか？なんか特に関西弁です。関西弁です。はい、関西弁。チッチだ。そう、ニックネームがチッチ。そうなんだ。はい、チッチって呼ばれてるの普段。あの小中がチッチって呼ばれてて、うん、でそのもう名残がもうずっとあるんで、チッチって呼んでほしいです。じゃあ皆さんでチッチと、チッチと言いましょうかね。お気に入りの場所は家だったということで。家です。家大好き。そうなんですね。はい、どうもありがとうございます。こんな感じでサクサク進む感じですか？わかりました。じゃあ続きまして、入れ替わっていただいて、はい、いいですか、ここの準備は。はい、お願いします。いきます。はい、呼ばれたいニックネームは、ゆうとです。休みの日は何してる？ゲームしてます。明日で世界が終わる、何食べたい？カレーです。チームハンサム、どんなイメージ？すごいわちゃわちゃです。うん、話してみたいハンサムは？話してみたいハンサム、ミサト。ミサトです。ありがとうございます。英語でファンに一言。I love you。 以上です。素敵、素敵だったよ。素敵でしたよ。ミサトと喋りたいんだね。完全に言わせてた。びっくりした。言わせてたよ。明日で世界が終わるのは何食べたい？カレーです。カレーなんだ、はい、美味しいよね。カレーね、わかるわかる。じゃあハンサムのイメージが、ハンサムのイメージが、何度、ね、わちゃ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 してる。こんな真面目にしてんのに。すごいわちゃわちゃでした。わちゃわちゃの中に皆さん仲間入りしていただいて、はい、これから盛り上げていきたいということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。かわいいですね。まあこういった質問が来ますけども、いいですか先輩方。流しておいたら、まあ、もっと早くポンポンっていくもんや。そうですね、ポンポンっていきましょうかね。じゃあ引かせていただきますよ。一人、水田かわけ。持ってますね。バカ将棋来ていただいて、もう俺脳を入れず脊髄で反応するから。瞬時に。ああ、バカ将棋で。それではいきます。呼ばれたいニックネームは、コーヒー。最近楽しかったことは、うん、今去年のライブで一番ハンサムだった人は？俺。新人ハンサムでハンサムなアドバイスを。ハンサムなアドバイス？まあ自分を信じろ。ハンサムを一言で表すと？わちゃわちゃしてる。王子様な笑顔でファンに一言。今日もお疲れ様、明日も頑張ってな。うん。ウォー。
素晴らしい、これが先輩って感じですかね。まとまってるね。早かったね。早かった。なんかまとまりがあるね。足りないやないですか。何年やってるんですか。そうだね、ハンサムを。そうですよね、本当に。最初こんなキャラちゃうかったんで。ハンサム最初やったら突然にはいはいってやったら気づいたらこうなってた。ね、本当に王子様だったからね。ありがとうございます。はい、だったからって今もだったからじゃなくて。で、聞きました皆さん。何ですか。新人ハンサムにハンサムのアドバイスを何て言いました。自分を信じろ。これですよ、やっぱり。ここがね、やっぱりハンサムならではなと思います。そう、それが一番ですね。そうですよね。まあ、人に何を言われようが自分を貫くということが大事だからね。はい。やっぱバンドもね、やりたいって言っとけば、いつかやれるかもしれないですね。確かに言ってたもんね。うん、ナイター大丈夫、全然喋ってないけど。なんか、嬉しくて。嬉しくて。嬉しくて。大丈夫、なんか、嬉しくて。嬉しくて。さて、続いてのメンバーいきますか。続いて、引けます。はい、こちら。うわ、東島くん。はい、来た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 。よっしゃ。頑張って。牛島くんって誰？頑張ってくれ。それでは、行きます。頑張れ。呼ばれたいニックネームは、はい、ミスター。好きな食べ物は、ジェノベーゼ。今、一番行ってみたい国は、今、一番行ってみたい国は、スイス。去年のライブで一番思い出に残っていることは、小関さんに舞台裏で背中をボンって叩いてくれたことです。やってみたい髪型は、やってみたい髪型、ドレッド。ドレッド。関西弁でファンに一言。愛してるぜ。イエーイ。ちょっとなんか1年経って成長してるじゃん。ありがとうございます。なんかね、落ち着きも感じちゃって、なんか慣れてる、うん、すごいね、吸収力がすごいね。すごいですね。確かに。去年のライブで一番思い出に残っていることは、そうです、ね、ゆうたから。そうです、はい、あの桜の町の前に僕が緊張してて、はい、小関さんに頑張りましょうって言いに行った時に、うん、こうやって握手してくれて背中をバンって叩いてくれたんですよ。かっこいい。それで落ちましたね。落ちた。その時に折れました。はい、かっこいいからね。俺もやろう。違う。なんで俺もやろう。今聞いたから。俺もやろう。どうすんの。何も言わないんだよ。後輩にね。そうよ。では、行きますよ。続いてのメンバーラスト。おー、来た来た来た。いいぞ、来た。いいとこに来るね。来たかー。一回やったことあるんですよね、これ。そう、やってましたもんね、前回もね。チンチン係ですね。やるか。いいですか。これどっち、こっちか、ここか。はい、それでは行きます。お願いします。呼ばれたいニックネームは、ナイタ。自分のチャームポイントは、ペ。こんな猫は嫌。どんな猫。ハク。女の子に着てほしい服は、え、でかいジャージ。秋といえば何。秋といえば団子。最後、語尾にニャーをつけてファンに一言。気をつけてニャー。かわいい、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 めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい。え、団子？団子っすね。団子好きなの。団子、なんか親が毎回買ってきてくれるんですよ。あ、いい団子。いいよね。ブカブカなジャージ。ブカブカ。言ってたね、ブカブカなジャージ。そう、着てほしい服はブカブカなジャージ。ブカブカなジャージがいいです。大きめの。そして、こんな猫や、どんな猫、なんて言いました？ハク。いや、猫は大体ハクのよね、毛玉ね。大体あります。そうなんですね。まあ、猫好きのナユタらしい。そうだよね。回答になりました。まあ、以上ですか。以上か。もうやり残したことないですか。はい、時間的にもこれで終わりなんですけど。だってこの後いっぱいあるんでしょ。いっぱいありますよ、うん、いいですか、はい、じゃあ一問一答のコーナー、これで終わり。ありがとうございました。楽しかった、楽しかった。でも急がなくていいさ、時間はいくらでもあるから。なるほど。そうですね。かっこいい。なるほど。いくらでもあるから。じゃあ、あの平間さん一問一答いきますか。聞いときますか。本当に。本当にいいんですか。平本さんいい。いやいや、ちょっとそのさっき時間大丈夫さ。あれ急に急に。大丈夫でしょ。大丈夫だったら別に。うん、大丈夫でしょ。珍しい、ね。平本総一。よっ。あんまり見たことないです。確かに。これ後で怒られるかもしれない。総一に。何持ってるの。これ後でショーマットさんなんかやるやつやろうかな。後でだって。今見えちゃってる。いきます。呼ばれたいニックネームは。そうちゃん。最近のマイブームは。ダンス。最近食べた美味しかったものは。あー、食べてない。
ハンサムに必要なものを教えてください。ハンサムに必要な優しさ。好きな女の子の仕草は。あー、歯磨き。とびきりの笑顔でファンに一言。大好きだよ。独特だね。はい、早かったしね。普通じゃん。うん、本当だわ。いいだろ。良かった。あのさ、普段見れない姿を見るとキュンとこない？いや、わかります。わかる。はい、あ、急に大きいな。あの写真集とか買うじゃないですか。うんうん。僕歯磨き歯はずっと持ち歩いてる。何よ、どこ言ってる？すごい共感だな。雰囲気すごかったよ。わかります、ね。急にすごかったね。まあね、やっぱ先輩は答えるの早かったですね。確かにですね。はい、やっぱ。ありがとうございます。そういつもやっていただいて。あ、さあ一問一答は終わりまして、はい、続いて3人の新たなハンサムメンバーを迎え動き出すチームハンサムですが、うん、ここから20周年に向けた新プロジェクトのテーマと番組コンセプトを発表していきます。ではなゆたガイドお願いします。はい、何では先日ながら発表させていただきます。昨年のハンサムライブで20周年に向け Go for は 20s を掲げましたが、2023から2025年までをハンサムファンの皆様と一緒に盛り上げるべく、ハンサムとファンの皆さんとの旅をテーマにロードマップを描きプロジェクトを行っていきます。はい、そしてロードマップの一つとしてですね、ファンの皆様と大切な交流の場となるアミューズプラスの新番組ですね、こちらが20周年に向けての旅をアテンドしていく番組になります。はい、番組セット今ここに出てるのもですね、こうなんかこう旅をテーマにしたというか、ちょっと旅行代理店風のね雰囲気になってて、こう各国の旗とかこう置物みたいなのが、はい、なるほど、そうなんですよ。今回は旅がテーマということなんですけど、はい、ハンサムツーリストならではのポイントが3つありますので、それを、はい、今から発表させていただきます。まず1つ目、番組全体 MC の他に各企画ごとの MC、コンダクターを立てます。うんうん、まあ、そうですね、サブ MC というか、まあ、その、うん、なんていう企画ごとの MC を立てて、うん、そのガイドをしていって、番組に参加するハンサムと見ていただいている視聴者の皆様、その2人をで、あ、お客様を大丈夫大丈夫アテンドしていきます。はい、はい、そして2つ目、アミプラ恒例のゲームコーナーでは世界や地域特有のゲームをピックアップして行っていきます。ゲーム、各地のゲームですね。はい、そして3つ目、アルバムボード、撮影準備中や放送中などカメラでメンバーの裏側を激写します。放送後には SNS にアップするほか、次回配信時にこちらの後ろのコルクボードのところですね、こちらのセットに写真が飾られる仕掛けになっています。はい、はい、旅の記録として一緒に思い出を共有していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。すごいよね、めっちゃ面白い企画考えるじゃん。いや、僕じゃない。僕じゃない、友達君。まあね、これからね、そこにもいろいろ写真とかね、いろんなね、ゲームもありますので、楽しみにしていただいて、うん、続いてですね、今あの20数年向けたテーマも発表ありましたが、先日ですかね、SNS で、うん、あの発表ありました、3月に開催するハンサムライブ2024のライブタイトルをここで発表します。ました。はい、ライブタイトルこちらを、ショーマよろしく。いえ、おっ、おっ、いいですか、バーって、うん、いや、本当にいいですよ、本当に。おっ、あ、ちょっと見えてきた。あ、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 おっと、ショーマ、いてください。あ、おぉ、じゃん、アミューズプレゼンツスーパーハンサムライブ2024 We are! イエーイ、というのがですね、はい、20周年に向けて、うん、僕たちの現在地という意味の We Are と、うんうん、ライブで皆様とおたけびを一緒にあげたいという僕たちの気持ちから Are っていう、その We Are ダブルミーニングになってます。We Are H が 1,2,3,4,5 個ですから、ね、5個分のおたけびをあげにしてくれる。はい、以上です。急に終わった。終わり方。ライブタイトルが We Are となりました。かっこいい。はい、そして今回からあのライブでもね、あの声出しも解禁されましたので、なんと、はい、皆さん、ファンの皆様からの声をぜひとも聞かせてください。あの今まではね、うん、まあ、コロナとかもあって声出せなかったんですけども、はい、まあ、前回ね出演した時は声出せなかったけど、今回から出せるので、そうなんです、楽しみでしょうか。楽しみです。そうですよね、うん、皆さんで盛り上げてバンバン声を出していただいていいですね、真面目でね。こちらのねライブの詳細はですね、後日お知らせいたしますので、
解禁を首を長くして待っててください。お願いします。はい、はい、はい、お願いしますよ。お願いします。そしてまだまだ発表があります。